これまでの経験全部が私を最高のアイドルにしてくれたのよね。無駄なことなんて一つもないわ。ニヤニヤするんじゃないわよ。分かってるでしょ。私だってたまにはお礼くらい。そのいつもありがとね。これからも私のプロデューサーでいないと承知しないんだから。こんなに可愛いイオリちゃんがクラスにいたら、みんな授業なんて手につかなくなっちゃうわね。プロデューサーのくせにアイドルのそばを離れて何してたのよ。ほーん、まあいいわ。それより何か言うことはないかしら。撮影用の衣装に着替えたんだけど。イオリちゃんはどんな衣装も着こなしちゃうんだから。それにこの制服デザインも気に入ったわ。これ今回の企画のために作ってもらったんでしょ。そうだわ、この際だから私たちのための学校も作っちゃいなさいよ。必要な知識や技術を専門で教えてくれる学校かしら。芸能系の科目を増やしてアイドル活動にも単位を出すの。うん、なかなか名案じゃない。何よその安直な理由は。でもみんなで同じ学校に通うのは悪くないわよね。退屈しなさそうだし。あら、そこはあんたがちゃんと管理するべきところじゃない。何言ってるの？あんたはプロデューサーでしょ。当たり前じゃない。あんたは今までもこれからもずーっと私のために働くの。さあそろそろ撮影を始めてもらいましょう。今度はちゃんとそばにいなさいよね。